それ普通失格の点数ですよね25点って少ないなって感じですよね100がマッスルですよね100人のキャバで25人しか来なかったら工業は失敗ですよねそれを何,何か世の中的に高齢者が多いって言った方がいいみたいな嫌いがあるような 感じするんですけどね。いや高齢者で100%ですって言われたら確かにってなりますけど、それまではちょっと信用できないですね。自分がまだ65いってませんからね。それも20%くらいですよね。僕もやったやれないんですよ。僕ネット使えないんで、携帯はいじれるんですけど、あのこう買う買うのができないんですよ。だから買う 時ってねすっごいなんか機嫌を取らなきゃなんないんですよあのまあ知り合いの人とか<ー>うちの人とかになんか機嫌いい時狙ってんですよであ今日はちょっと機嫌良さそうだなっていう時にああのこういうのあるじゃんってこれちょっと買いたいんだけどみたいなことを申告しなきゃなんないんですよだからそれでもやっぱりずっと機嫌が悪い周りの人は 変えてないと思うんですよ。何にも、ね。ショッピングがあることは知ってるけど。そのひと手間だったら、俺デパートに帰った方が早いんですよ。え、ね、だからそ、そこってなんかネット社会、ネット社会とか言うけど。相手の機嫌考えてる人のことを含まれてないじゃないですか、それ。で、俺。俺、ものすごい実用的なもんだったら。はいはいっていうことになるだろうけど。俺。この間買ったの。 のの小槌の有田焼だったんですよで俺欲しくて欲しくて今ちょっとほらうちでブームなんでうちでの小槌のグッズ集めてるんですけど有田焼のもう極彩色みたいなやつなんですよで1万円ぐらいするんですよでそれやっぱりねあのパチパチやってくれるそう相当機嫌いい時じゃないとうちでってなるじゃないですかで検閲が入るっていうか。 なんでうちでが欲ししいいのかを説明なななきゃなんない時だってあるんですよ、ま、た、もういいやもういらないよ」とかってちょっと拗ねてみたりするんですけどでも欲しいんですよまた機嫌を見て言うんですけどいや意地で言ってないわけじゃないんですけどもやらなきゃなんないこと他かにいっぱいあるんでだから時間かかるでしょきっと。もう、ね、時間かかるし はっっきり言って興味がないんですよもう前から興味がないしあ<ー>俺あの足使って行ってその途中で買い食いみたいなのが好きだから<ー>買い食いないでしょなん<い>とかショッピングって途中でシュッというなんかネットサーフィンっていうのは聞いたことあるけどでも俺サーフィンもしたことないのにおかしいじゃないですかそれ <laughs> 途中で何か寄ってそこのものとか買ったり そっっちがメインだったりするることもあるんで本筋のもんって僕そんなに欲しいもんないんですよ一個もえみんな直買うんでしょそのもうこれって買うんでしょ俺これないからこのこれの手前の五例ぐらいな感じのボロボロっとしたやつが割と好きなんですよそれはやっぱり足じゃないと絶対ダメだし 車乗ってても見つからないからそんな自転車でもちょっと速いやっぱり歩かないとダメなんであだからこっちはもうずっともう700位ぐらいのやつをね目指して買ってたんですよずっと今まで700位でも相当ある方じゃんぐらいなやつが好きだからとなるとネットには出てこない場合もあると思うんですよ前は、は、自自分は自分の考えた 言葉とか考えたこういう,うな世界とかを調べてもらってたんですよ。で合ったら辞める。でやっぱりないのがあるんですよ。でその時プーって笑うんですよ。なんかないわっていうところで世界中にないことを考えた自分ってバカじゃないですか。すっごいおかしくてまあちょっとここではちょっと言えない。 恥ずかしい単語を結びつけたやつだったんですけどやらしいやつないんですよ。何個かないの僕手持ち持ちってんですよ検索できないやつ検索できないワードの造語をたくさん持ってるんでそれをやっぱり調べるために使うもんでしたからね。でもなんかホテルとか撮る時にネットで撮ると安いとか言うじゃないですか。あれどうなんでですかそのホテル側も今まで なんですかその割とちょっと老朽化して人を呼びたいっていうことでやってるんだろうけどそこの一番、まあ、先代の親父もできないようなことを客にやらすっていうことに対してなんか不満があるっていうかそんな,なんかそのねお上の先代の人はねできやしないですよそんなの。自分ででホーームページでさー 川のせせらぎのとか出てくるでしょなんか旅館の紹介コーンとかあんなもん自分で作ってないんですよ業者に頼んで入れてもらってるんですよ自分もできないことを宣伝に入れて人を呼ぼうっていうのはでしかも安くしてるとか私もねできないんですよできない同士でね安くしときましょうかっていうのが女王っていうか筋じゃないですか。できないい同士のと俺は泊まりたいわ と思いますわ、それああ、そうですかそのデジタルっていう正体って誰も見たことないじゃないですか、ね、正体もわからないものに頼っているってどういうことなんですかね,ね僕、確実に有田焼とかわかるもんが僕、信用できますそれでもやっぱり形ですから物って壊れれば有田焼のち田の小槌じゃなくなるわけじゃないですか それすらないわけなんでデジタルなんてそんなふくらっとするはないですよね、えー